皆さん、はこんばんちはです。パパスです。今日今バラバラにしていってる L175S ブームカスタムさんのですね、分からんなこれ、まあ、フロントのショップな、とりあえずな。いや、体で表したかったけど無理やった。フロントのショップの、まあ、取り外し脱着ですねの方法を社長やっていってもらいたいと思います。お願いします。今体でやったらなんかこう、え、こうどこ、ショップやん、丸いものが跳ねたみたいな。なんか棒状のものが跳ねてたけど丸いもん。ぽよんぽよんや、うん、で、まあ、マッシュです、うん、とりあえずこのタイヤ外して、はい、この足回りな、はい、まあ、つけ、あの外してつけるから、はい、まあ、ローダウンとか、そうですね、まあ、ショックとかはあのスプリングとか外せへんから、うんうんうん、まあ、その辺はちょっとな、はい、他で、はい、見てもらって、うん、とりあえず、はい、まずジャッキで上げる前に、はい、そこ上、うん、上に12、これを緩めるだけで、はい、グッと上がってる間に、はい、この手でスルスル、うん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 、外れるっていうの、はい、手でスルスルちょっと外れるように動いてますね、うん、してもらう、はい、うん、こんな感じ、ちょっとスルスルいけへんけど、うん、まあ、はい、これ2本です、うんうん、はい、しといてもらって、はい、で、まあ、まずちょっとホキ類、ホキから、ホキいうか、まあ、このブレ、まずブレーキ、はい、コースね、これ12、うん、これもうちょっと締まってるけど、さきちゃんがやりました、うんうん、パッド効果の動画だった時ですね、うんうんうん、これを外してもらって、はい、次に透明ね、透明その上ですね、 ABS センサー、 ABS センサーで、こういう感じでついてるから、あ、この引っ掛けが、引っ掛けこれですね、穴に入れて、はい、まあ下が12、うん、上が透明で、うん、はい、外してください、はい、上げる、はーい、上げてきまして、うん、ちょっとこっち逆側がいきます、うん、このね、うん、ここに、はい、ここ引っ掛けがあって、うん、このちょっと、うん、引っ掛けきつくて割れるから、うん、ちょっとこれ寒いからな、この引っ掛けを、これ、うん、冬はブズッと上げても割れるからね、はい、まあ、ちょっとにして、これでまあ ABS センサーが完全に外れ、はい、フリーに、で、はい、車外のやつだったらこれ外して付け替えて、はい、だからショック外した時に裏から取れるから付け替えるとか、はい、うん、そういうことね、うん、はい、で左側はあの反対ついてるから、うん、上向きについてるから、あ、ほなやりやすいな、まだ、そうそうそう、うん、でストラット、ここは17やな、17、うん、はい、でまあ印とかはいらんな、うん、だいたいナットの方、はい、先回してもらったら、はい、下も一緒、17、硬いな、これちょっとこれ曲げてもらえるね。はい、ナットの方両方取れましたね、うん、でボルトの向きとかは写真撮っといて、うん、後で一応この感じ、うん、確認した方がいいわ、はい、後ろから前に、うん、うん、スッと抜きました、うん、
本田以外はドライブシャフトが抜けへんと思うけど本田はあのポロッとした時にここあの抜けるから気をつけて、うん、はい、でこういう感じで、はい、うん、くるっと抜いてください、うん、後ろ注意ですね、うん、この線ね。まあとりあえず、はい、まあ、向きだけ写真でも撮っといて、はい、でまあこういう感じで、はい、でこっちから撮ってええかこっちから撮ってええかっていうの、うん、これはまあこの線とか、はい、そういうのを見て でもちょっとあんまり ABS センサーではあかんからここも外しちゃうよ、この上、うん、遠見にです、ここ外した方がゆったりね、はい、まあみんなはこのジャッキ上げてやってもはい、ちょっと撮影用で、そうですね、うん、はい、デストラットとセンサー、うん、あのセンサー類の線ですね、うん、気をつけてもらったら、うん、でグッとこっちから行くわ、うん、こうやって持っといて、持っといたら緩むようにしてたら、はい、でちょっと、うん、初めに言い忘れたけど、お、あ、うん、この前の印と、はい、これね、うん、でここは前かな、ここはええな、うん、大丈夫、上だけ、うん、上だけ、はい、ここがまあ、うん、位置ですよみたいな、はい、で下手で、うん、押しながらね、こんな感じで、分かるよ、あ、ちょっと待って、うん、こうやって、ね、下からね持ち上げながら、はい、取っていってください。ほんまもうちょっとライドとかフェンダーがあるから、うん、もうちょっとやるはずやけど、ね、うん、まあ、これはちょっと、はい、まあ、位置とか説明するのにね、そうそうそう、やっぱり全部見えてる方がで、はい、取れました。どっちがいいかな、かわす方向、あ、うん、ちょっと、まあ、前の方がいいからね、はい、うん、こういう感じでこう、はい、たらこの位置がこっちが前ですよっていうね、うん、これでね、印わかります、はい、で、まあ、これ動くからこう、うん、でこれはまあ作用代謝がどっちでもいいと思うけど、はい、まあ、一応念のために、はい、うん、でまあショック変えたりとか、はい、まあ、綺麗にしたりとか、まあ、違うこう車庫帳、足入れてもいいし、はい、車庫帳になったら、はい、同じようにこの前からで、うん、このな、はい、位置を合わせてもらって、で上の位置を合わせて、うん、でちょっとネジまでは締めへんけど、はい、でこっちから、はい、こういう感じで、はい、合わせてナット締める、大丈夫、こんな感じでね、初めにこう手で緩むぐらいまで、はい、あの初点か、うん、あれぐらいまで締めといた方がいい、オッケー、うんうん、で上止まったら、うん、で、はい、ちゃんと通ってるようにうまいこと、ね、うまいことかわして、ね、センサーとね、うん、はい、で純正の場合は、はい、うんうんうん、うん、ある、うん、分かった、入るやんか、はい、でもシャコタンの場合はこの位置がこう上に上がってるから、はい、そうですね、ジャッキとかでこのロアも、うん、ここを、うん、上げて、はい、くるくるっと上げて、はい、こうネジの位置に合わせてほしい、はい、ここね、この位置、ね、こうローダウンのシャコチョ入れたらこんなになる、うん、こんな感じ、はいはいはい、でこれをジャッキでギューッと上げてもらって、こうギューッと上げたら定位置ね、合います、うん、で、付いとったようにボルトとナットの向きですね、気をつけてもらってパソパソ、うん、はい、トルクは調べてもらって、うん、トルクはテルクで、はい、テルクで、で、ちょっとネジ硬いから、はい、まあちゃんと締めて、うん、うん、で、まあこんなやつがあったらネジ山きれいにして、うん、はい、で、まあ、ネジの締める順番は、はい、ホームはタイヤを上げた方がいいんだけど、うんうん、ジャッキでグーッと、はい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 、うん、この今馬とかかけてたそれが浮き上がるまで、はい、ロアもグーッと上げてほしい、はい、な、うん、でそこから締める、はい、ちゃんと上げて締める、うん、はい、こうロアームがまっすぐな状態でね、はい、でこれこの場合は、
向きが違うやん。そうやまあさほど関係ないけど、はい、あまりねじれるよこの上まで上げるやったらこっちを緩めて、はい、ジャッキを上げて、うん、でちょっと、まあ、タイヤつけて下ろした状態にして、うん、全部締めていた、はい、ちょっと最後、まあなるけどね、タイヤをつけて、はい、下ろしてから上を締める、はいまあ、ちょっとググッとこうしてもいいかもね、うん、ちょっと上を締めて、はいまあ、でそのまでにちゃんとこういうのはつけとかないとねここはめてパチンと、はい、で遠見は、うん、ABS は引っ掛けて、はい、あの 穴に入れて遠見、はい、これは下をちゃんとかわしてジェニー、うんうん、はい、でここ止めてったら、うん、カゴもでこいつも一緒やからね、はい、引っ掛けあるからね、うん、はい、うん、こんな感じ完成ね完成閉めてないけど完成はい完成です、うん、よいしょはい今日はこんな感じで、ムーブカスタムさんのですねフロントのサスの外し方と入れ方をやっていきました。どうやろうなんか注意点あるかな。ないと思う。ないな、うんでアライメントとか言うけど、はい、アライメント合わすとこないから。そうな、来るとこないってサイドスリップ遠いぐらいしか合わされへんから。やんの、うん、みんなアライメント言うけど、うん、あのロアームとかのボルトに、うん、あのメモリ書いて、うん、楕円になってるやつ以外はアライメント合わされへんから、はい、ですだから、まあはい、まあロアームがまあ、はい突っ張れへんようにちょっと緩めて締め直すとか、はいはい、それぐらいかな。はい、よかった。皆さんも参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。